例えばお昼休みの教室で、例えば放課後の屋上で、友達から恋の悩みを打ち明けられるたびに、いつも思った。振り向いてくれない、それが辛いんならそんな恋やめちゃえばいい。電話が少なくなった、それが寂しいんなら寂しいってはっきり言えばいい。好きとか愛してるとか、人の気持ちは必ず変わっていく。本当なんてどこにもないの。テストも塾も希望も何もかも吹っ飛んじゃうくらい特別なことだとはどうしても思えなかった。好きな人もいない、好きになったこともない。恋なんて愛なんてよくわからない。それでも時々夢を見る。どんな夢だったのか思い出そうとしても思い出せないけど、切ない気持ちだけがぼんやりと残っていて、泣き出してしまいそうな、そんな朝があるわ。歩道橋の上、ブレーキランプの赤い皮、水に浮かんだ木の葉のように、どこか遠くへ、ただ遠くへ流れていってしまいたい、そんな時があるわ。優等生だと言われて、堅物だと言われて、ほっとする恋なんて愛なんてよくわからない。それでも時々夢を見る。どんな夢だったのか思い出そうとしても思い出せないけど、ここから飛び出して一緒に行こうって言ってくれる人、本当は心のどこかで待っているのかもしれない。